はいえっと、このビデオは JFND の、えっと、行動中心アプローチのコースの 3, 本目3週目の3本目のビデオになりますね。えー、この前のビデオでは良、えー、い,い評価と悪い評価があるということとそれから、えー、行動中心アプローチに合っている試験と行動、まあ、あの合っていることとその行動中心アプローチではあまり考えなくてもいいこと えー、そういうことがあるということを申し上げましたね。はい、じゃあ、行動中心アプローチで必要なテストというのはどういうものかというと、えー、ここに書いてあるこのパフォーマンス評価というのが、一番行動中心アプローチには合っている、使いやすいテストだと思いますね。えー、これにはね、主に3種類あって、1つ目がこの実演というものです。えー、これは実際にやってみせるというか、すみません、ちょっと蚊が多くて、蚊、はい、が多くて困っています、はいで。これ例えばね、えーと これ CDS ですね。メモを時々見ることができれば、主の祈りや死と信条を唱えることができる。これはですね、あの、はい、えー、とっと、これはあのキリスト教徒でね、日本語で、えっ、ー、と、日本に住んでいて、日本語でそのキリスト教の、えー、アクティビティをする、そういう人のための コースの中のの中 CDS つですねでこれもその「えー、主の祈り」っていうのは天にまします我らの神を父をでしたっけ、はい、そういうやつですね、はい、でそういうのをただ言うことができる相手がいなくてただ自分で言うだけですからもうこれやってみせることができますよねあとあるいは事前に準備しておけば自分と子供の自己紹介ができる。 これも自己紹介っていうのも基本的には、まあ、プレゼンテーションみたいなものなのでそれもあの実演、えー、つまりやってみせるということができます、はい、で2番目の、えー、パフォーマンス評価は、えー、ロールプレイですねロールプレイでこれはです、ねえー、やり取りつまり質問とかしたり話し合いながらする仕事そういうこと、えー、そういうい CDS の,のテストとして、えー、とてもよく使うことができます、えー、例えばこれは 日本で働く英語の先生でですね。日本で働く英語の先生の CDS ですけど、担当の先生と簡単な言葉を使いながら次の授業の予定を確認することができるですね。はいえー、っとねあこれね、日本で教える英語の先生というよりもアシスタントの、えー、ALT ですね。アシスタントラングエッジティーチャーのための、うん、日本語のコースですけど、 アシスタントなのであの日本人の担当の先生がいるわけですよね。はい、でそれとあの、まあ、インド人とか、えー、ヨーロッパの,あの人が ALT、えー、AL アシスタントとしてその教室に入るわけですけどそういうとあに、えー、話し合うわけですね。どういう次の授業でどういうことをするかを確認することができる。これもあの、えー、ロールプレイという方法がこれは向いています。はい、でロールプレイの場合は えー、試験官ねつまりその、えー、この,あの試験を受ける人と試験をそのする先生がいるわけですね。であの <laughs> この場合だったらこの場合だったら試験をする、えー、先生がこの担当の先生のロールになってそして <laughs> このコースで勉強している人がこの、えー、ALT の えー、ロールになってそしてこのロールプレイをするということが考えられると思います、はいえー、パフォーマンス評価の3つ目は成果物ですね成果物で、えー、現場の写真とかあるいは実物こういうものですねはい、えー、実際のものですもの、えー、ものを見せるっていうことですはいでこれ例えばあのこれはねえー、っとあの病院で働く看護婦さんね 看看護護婦さん、看護師ですね病院の看護師の、えーえー、CDS のうちの一つだと思いますけどあらかじめ名前に振り仮名を振っておけば血圧と体温を一覧に記入することができる、えー、こういうのもねもうあの記入してあるその、えー、一覧その,、うん、その人の名前があのもうね初めから多分この紙に、えー 患者さんのね入院している人の名前が書いてあるでその、えー、日本人の名前だったら漢字が多いのでその時には振り仮名も振ってある、えー、そしてそこの右とか、えー、下にその患者さんの血液と体温を、えー、実際に書くっていうことですね書くでそしたらその書いた紙が残っていますから、えー、その紙を持ってきたりあるいはその紙を写真で撮ってはいできましたというふうに先生に見せたりすることができるわけですね あるいはもう一つ、これもね、えー、とこれも、あのえー、介護あの、高齢者の、えー、介護の、えー、と施設で働く人の、えー、キャンドゥステートメントですけど、えー、こ,こ,あのこういう CDS がありますね。辞書を使うことができれば、リハトレカード、これは、ねえー、とリハビリテーションのトレーニングという意味ですね、はいえー。リハトレカードに記録を書くことができる。 これもこのリ,リハトレカードっていうものに、えー、実際に書くことができるのが CDS ですから、それを書いた、えー、書いたそのリハトレカードを、あのー、見せたり、あるいはその写真を見せることができれば、あ実際にこれができましたねと、このキャンドゥステートメントができましたねということができます、はいで。つまりですね、この試験、あのえー、と行動中心アプローチで、えー、行動中心アプローチの 評価、つまりテストでとても大切なことは、えーうん、日本語を知っているかどうかではなくて日本語が日本語を使って何かができるかどうかということです、えー、つまりその、うん、実際にできるかどうかを試験するっていうことですねこれがこの,今日あの行動中心アプローチでよく使われるパフォーマンス評価のやり方です、はい、ではここから先はまた、えー、次のビデオで話したいと思います